はい、皆さん、あのいつも YouTube でご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ボディリペア三沢です。はい、今日はね、あのちょっと皆さんに、まあ、お知らせというか、あの多分気づいてない方も多くいらっしゃるので、ちょっとご報告を兼ねてなんですけども、ボディリペア三沢ですね、YouTube の概要欄の方からですね、オンラインショップを実はやってまして、はい、まあ、あのパソコンの画面見ていただきますと、まあ、例えば、まあ、ワッペンだったり、はい、まあ、帽子、帽子、あと T シャツ、T シャツ、あとパーカーとかですとか、はい、まあ、いろんなものが一応あの商品展開してますので、まあ、名前が入ったり、三沢くんのマスコットキャラクター入ったりとか、いろんなものあるんで、皆さんよかったらぜひ、ご覧いただければなと思います。あと、70周年記念ですね、再販70の70周年記念 の, あのもう出ないあのエンブレムですとか、まあ、そういう限定商品とかも一部展開してますので、そちらの方もぜひご覧になってください。はい、そんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと見てみてください。はい、なんかちょっと今日も軽く商品紹介していきましょうか。じゃあ今話があったランドクルーザーの70周年記念のパーツの3点ほど本日ご紹介させて。そう、今ちょっと3点ほどしかなくて何個か売れてしまったんですよね、はい、まず1つはですね、あのトヨタ純正品、ランドクルーザー70周年記念限定の、はい、商品名ちょっと見えないです、はい、70周年記念限定の、ランドクルーザー70専用インテリアパネルセット、こちらもありますので、はい、お値段載せておきますので、ぜひご覧ください。はい、じゃあ次ですね。これです。はい、次はですね、トヨタ純正品ランドクルーザー70周記念、コンソールボックスの上に装着する内装のエンブレムパネルでございます。はい、こちらもなかなか今では入手困難になってきていると思うので、ぜひそちらもご覧ください。最後はこちらですね、はい、最後ですね、これも同じく70周年記念モデルのやつなんですけども、あの 革調のね、レザーのシフトノブセット、まあ、シフトノブとあとミッション切り替えのやつですね、それ2個ありますので、そちらもよかったらご覧ください。次の商品です。これは今うちで、在庫を持っている HZJ73 っていう、はい、FRP トップの専用のフロントドア左右セットになります、はい、こちらの商品は今日本で新品の在庫がございません。なので私、はい、今回特別に、海外から仕入れまして、まあ、在庫1点限りなんですけども、左右ともそちらを販売します、はい、こちらは価格、5万5000円になります。5万5000円、はい、これもう手に入んないんで、中古よりクオリティいいと思うので、はい、ぜひご覧になってください、はい。ちょっとまた画面戻しますね。次に衣料品の紹介いくつかさせてください。はい、最初にこれからの季節にぴったりな T シャツご紹介させていただきます。はい。はい。T シャツ2種類あるんだよね。そうですね。普通のタイプの T シャツもあるんですけども、はい、ちょっと生地が厚いヘビーウェイト用の T シャツもあるんで、はい、まあ、お好みに合わせて、はい、まあ、買っていただければなと思います、はい、料金ちょっと変わるんですけども、はい、ヘビーウェイトの方は5900円だったかな。後ろに文字入ってるの5900円ですね、うん、後ろに文字が入ってるのが5900円、はい、で入ってないやつが3900円になります、はい、あとポルシャツも出してね、はい、今一瞬出てきましたね、うん、あと次が帽子ですね、うん、帽子もあるので、はい、これ多分何点か買っていただいたお客さんもいるんで、はい、まあいいかなと思います。はい、チャレンジャーみたいなロゴでね、はい、ボディリペア330ってロゴが入ってるんで、かっこいいかなと思います、はい、あと今出てるのがパーカーですね。パーカーですね、動画で、ね、うん、俺も仕事中着たりとかして、はい、ちゃんとジップもね、頑丈なやつなんで、いいと思いますので、はい、で あんまり、まあ、生地も厚すぎず薄すぎずちょうどいい感じなので、はい、まあ、着やすいかなと、はい、で最後に、ホームページの行き方なんですけど、 Google 検索で BR330 って検索したらこんな感じで上から3番目に出てきますので、こちらからも、はい、はい、チェックお願いします。はい、お手ありがとうございました。ありがとうございました。